よっしゃ食った。おはようございます、釣り子 TV です。本日の動画はこちら、ダウズスイマーの新しいサイズ、ダウズスイマーの 180SF っていうことで、最近出たですね、この使いやすいサイズにね、ちょっとダウンサイジングしたダウズスイマー、これで、ね、使ってみたらどんな感じなのかなーって思って泳がしたところ、いい釣りができましたので、まずはこちらをご覧ください。久しぶりの秘境フィッシング。今日はねシンプルな装備で、ダウズスイマーのちっちゃいやつ出たばっかりの、
ツオツーバイト。よっしゃ食った。よっしゃ。よし。はーい、夕暮れの淡水フィッシュいただきましたよ。ね、下から見に来てしっかり見てからガブって食ってくれました。これはね、ジーニアスプロジェクトのグラビアスにロデオクラフトのホワイトウルフ17ポンド。じゃあね、どんどん狙っていきます。はい、というわけで帰ってきました。これね、ダウズスイマーの180なんですけども、非常に使いやすいサイズ感になったなということでね、ちょっとこれピロッと出して、はい、これね実際にね使ってきてね、今帰ってきたばかりなんですけども、まあちょっとね岩盤に当てたりしてね、ちょっとハゲたりっていうのもあるんですが、春先は赤っぽい色がいいよなんていうね、話があるんで、このねカラー買ってみたんですけど、腹がオレンジ色でサイズ真っ赤っかで、背中はねこういう感じの黒色で、使ってみたらね、ほんとねダウズスイマーの自分が感じてる持ち味の、比較的表層オレンジでこうパニックアクションを、まあ、上昇軌道のアクションっていうんですかね、それで魚を食い上げさせる、これがね非常に、オリジナルサイズ譲りのね、使いやすい、使い心地だったなっていうこと で今回はね、あの魚上ずってそうだなっていうことで、もう投げて表層付近でねこうバシ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 ってね、パニックアクションを、なんだろう、沖であのエイトトラップをなんか何回も仕掛けていくっていう、そんなイメージでねこうバシバシとね動かしていっているんですけども、そうしたらね、目視しては見えないんですけども、流れの下の方にねブラックバスいてくれたみたいで、こういい感じでこうビョーンって上にこう上がっていく上昇軌道の時とかにね、たまらずバコーってねこう持ってきたり、岸際までこれがね、わーやっと逃げてきたーってなったら、そこを狙って岸際でバコーって出てくれたりね、そんな感じだったんですけど、釣れたサイズはねそんなね、大型ではなくて小ぶりなやつが食ってきたんですけども、その前のバイトなんか目視してるとね、あれ45アップあったんじゃないかななんていうサイズもね、果敢にアタックしてきてくれたりして、本当まあ出しどころとしてはこういう春のね、まあ、例えば雨が降った後でちょっと普段よりね流れがある、そんな状況の時とかにこう早い動きでね食わせるのに非常に、使いやすかったなっていう。じゃあね、兄貴分ね横に置いてあったんで、はい、これがねあのオリジナルのダウズスイマー一番最初に出たやつですよね。結構大型ね、少し大きめなボディで、これはこれでこうより存在感を出したい時とかね、まあ、自分の場合はあのシーバス釣りなんかでこのサイズ感ほんと好きなんで、よく使っているんですけども、ブラックバスで、あと関東で使う時はやっぱこの180っていうねサイズ感が非常になんか今までのダウズスイマーより投げやすいかなーなんていうね、印象は感じました。なんというか、まあこれでも食うのかもしれないんですけども、こっちの方がよりなんだろう、通常使いというか、常にボックスに入れて、投げたくなるサイズ感だなってね、そういう感じで、実際に投げてみたところ、まあ、魚もすぐ釣れてくれたし、あ、これはね、なんだろう、自分の中でよりブラックバス用に特化した感じかな。こっちはあの海のね、あのこの白パターンとかも含めて、ブラックバスもちょっと大きなベイトを捕食したがってるなーなんていう時はこっちもね積極的に投げていきたいんですけども、180非常に使いやすいなっていうね、そんな、感触を得ることができました。そして、使用したタックルですけども、はい、こんな感じですね。ジーニアスプロジェクトのですねグラビアスの、これがギア比がね、7台のものですね。こういう黒色のボディですけど、ちょっと前に出たこれリミテッドモデルって1周年記念アニバーサリーモデルなんですけども、今はね、現行の機種は、2020モデルっていうのになっていて、
まあ、この金色のね、差し色が入っているやつが、真ん中のギア比が7台のものだよっていうね。それにこのラインはですね、アブソルートのですね、パリバスですね、20ポンド。結構ね、太めのフロロカーボンラインを入れております。まあ、高いところで、えいやーってね、抜き上げなきゃいけないなっていうことも想定されていたんで、ちょっとね、20ポンドライン。普段はね、ボートなんかで使うときは、この手のやつ、まあ、16ポンドラインとかでねやることが多いんですけども、今回はね、もし、こういうビッグベイトとかがダメだった時に、ジグなんかを入れてみようかなっていうことで、フロロカーボンの、これは20ポンドでね、セッティングしてみました。で、左巻きですね、投げてもすぐアクションを開始したいから、右巻きも持ってるんですけども、まあ、左巻きの方がこう動画でもやってたと思うんですけど、投げてこうもうどんどん流されていっちゃうんで、すぐに巻き出し開始ができるようにということで、こういう感じのリールですね。そして、竿がですね、これがロデオクラフトのホワイトウルフの17ポンドクラスっていうね、竿ですね。これが非常に、軽くて丈夫でですね、こういうビッグベイトからジグストとかそういうワーミングの釣りまで、やりやすいので、17ポンドクラスというものを使っております。7フィートあって、でこれのね16ポンドクラスというのがあるんですけども、そっちはねガイドセッティングがよりこういう、巻物に特化したね、セッティングになっているっていうことで、まあ、16ポンドモデルも欲しいんですけども、こっちの17ポンドモデルだと、まあ、小口径でより軽いガイドがついているっていうことで、ワームからこういうちょっとしたプラッキングから、まあね、本当ちょっと軽めのルアーも投げれるんですけども、果ては NZ クローラーみたいなちょっとね、大きめの羽物まで対応できちゃうっていうことで、で感度がねめちゃくちゃいいので、そのまんまワームの釣りも結び替えるだけですぐにできちゃうということで、最近お気に入りで使っております。はい、ね、タックルはこんな感じ。まあね、ちょっとどうかな、まだちょっとなんだろう、春なのかな、どうなのかなっていうタイミングなんで、ちょっとどうかなと思ったんですけど、投げてみたらね、ほんとめちゃくちゃ魚がね、ほん30分ぐらいしかね釣りできなかったんですけども、すごいね反応が良かったんで、これはね、こっからもうしばらく、ちょっと使い込んでみようかななんていう風にね感じました。ダウスイの最近出た小さい方のサイズですね。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、ジャッカルからね新しく出たですね、ダウズスイマーの180、ね、小さい方のサイズですね、これを投げてみたところ、いい魚が釣れたよと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。